部屋の方を見てみましょう。部屋は8階の部屋です。まず入り口の左側に大きな鏡があります。そしてちょっと進んで左側にバスルームです。中入ってみます。そして入った左側に大きな鏡、そして下にシンクです。そしてシンクの左に拡大鏡ティッシュ、そして右側にコップ、石鹸、ハンドタオルです。そしてシンクの下にアメニティ類です。こんな感じです。そしてその下にヘアドライヤー、そしてこれタオルかな、そしてこれもタオルですね。そしてこちらバスタオルです。そしてこの下には体重計です。そして隣の箱は何もないです。バスルームの方を見てみましょう。バスルームは洗い場付きバスとなっています。早速入りますと、こちら備え付けの、シャンプー、コンディショナー、そしてボディウォッシュです。そしてこちらハンドシャワー、そして天井にレインシャワーがあります。そして右側に大きなバスタブです。洗い場付きバスなので風呂の椅子があります。今回温泉があるのでここのお風呂は使わないかもしれません。そしてお風呂場を出て左側にバスローブです。そして椅子です。バスルームの向かいのこちらはトイレです。もちろんウォッシュレット付きです。ベッドルームの方を見てみましょう。ベッドルームはこんな感じです。まずこちらは大きなテレビです。ソニー製です。そしてゴミ箱があります。仕分けできるようになってるんですね。ペットボトル缶、そして、ノンリサイクル、まあ可燃ごみですね。そしてこちら自分の荷物があります。そして何か絵画があります。そして右へ曲がってこちらを開けるとクローゼットです。バスローブ、そしてアイロン台があります。そしてこちらアイロンです。そして左側にはハンガー、そしてブラシ、靴べらです。そしてこちらセーフティーボックス、そしてこちら部屋着です。温泉行くときこれを着て行きます。そしてこちらパジャマです。そしてこちらはスリッパです。そしてこちら大きなソファーです。そして机があります。テーブルです。自分のパソコンを置いてあります。そしてまっすぐ行くとこちらミニバーです。こちらイリーのコーヒーマシン、電気ケトル、そしてこちら、コーヒーの、カートリッジ、そしてこちらはお茶とか紅茶のティーバッグ、そしてこちらは、湯飲みです。でこちら無料の、お水ですね。飛騨の雫って書いてあります。そして下を開けるとこちらはドリンク類があります。こんな感じです。高いので、使うことはないと思います。
そして冷蔵庫の右隣にはまずグラス類です。そしてワインです。ワイングラスもあります。そしてこちらコーヒーカップです。そしてミニバーの左には空気清浄機です。そしてその左はベッドです。そしてその横に時計、そして電話があります。外の様子です。あいにく雨が降っています。ご視聴ありがとうございました。